ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアワー、始めていきましょう。今回はチェスと鹿児島との公式戦。それよりはちょっと強化されてる感じですね。勝率はこちらの方が上回ってますね。ベッド数は後ろにバックパスしてダッシュしないのか。一応反対攻撃ですね。どうしたの？なんでかクルミはここにいまして、1対1になっている。先取点なってました。クルミ独走、そして1対1で5塁、絶好のチャンスをものにしました。クルミが弾いても何回ぐらいチャンスあったような感じです。危ない、右に逸れましたね。ディフェンドチェンジしてますよ。何だった？そのリバウンドを疲れる案件ってあった？はぁ、まだディフェンダーがたくさんいましたからね。ちょっとピンチはない。動きすぎな感じがあります。本当にこれはうまい、ミントをかけてミニケア突破。こちらゴールの勝因です。前半ももうあとわずか、最後のチャンスでしょう。決めてほしい。緑決まった。2対0、しっかりチャンスをものにします。高さがある。これ前半終了です。しかしそんなに意外とみんな溜まってない。相手がそんなに疲れてるわけじゃないですよね。
さあ2点リードの状態で、1対1、3点目、大きく試合を決め、試合を決定づける3点目です。うまいですね、引きつけておいてキーパー、キーパーの意識を引きつけておいて反対方向、お手本のようなシュートでした。さあ、そうそう、サヨとミオが疲れて、もう全員ミッドフィルダーでいいぐらい、このゲームやっぱりミッドフィルダーの能力、それからスタミナが大事ですね。意外的に大きなピンチ、懐前に潜り込まれて危なかった、ちょっと足りないか、まあ出ないが、相手ボールをスルーになった。もう横っ飛びなつき、パンチングを選ぶんですが、キャッチを選んで横飛びで取りました。まだピンチは続く、一瞬の構成、冷静にパスツアーに出してほしい。緑、1対1、4点目、これはカナがうまい、そして1対1になって切りました。リードを広げる、まあ、今後の得失点差とか得点にも、得点で勝負を分ける場合もありますからね。緑、5点目、もうノーサイドゲーム、試合終了です。大差5対0の勝利。
これはケイだ。特に緑が剣を取ってます。キーパー読んでたんだけど、課題がたくさんいただきました。これ特殊点差で首位です。こういうところの順位差で生きてきます。これ3グループに分かれましたね。2連勝のチーム、1勝1敗のチーム、2連敗のチーム。もちろん2連敗なだけでまだまだ巻き返しのチャンスは残っております。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でここでした。